監督、あの今日は学生の皆さんにプレゼントがあると伺ってます。はい、そうなんですよ。はいはい、なのでぜひちょっともうあのスタッフの方にちょっと準備してもらえればと思いますが、はい、お願いいたします。さあ、絶叫がやみませんが、改めまして橋本環奈さん、山本舞香さん、横田真優さんにお越しいただきました。いや、ちょっとこのざわざわはね、なかなか収まらないんですけれども、ああ、もう皆さんね、本当にこの絶叫が収まらないんですが、改めてドッキリ登場していただいた皆さんにご挨拶をいただきたいと思います。まずはじめに森崎飛鳥役、橋本環奈さんです。お願いします。はい、皆さん、こんにちは、橋本環奈です。あの、こんなにキャーキャー言われると思ってなくてですね、多少はあると思ってたんですけど、本当に嬉しいです。皆さん映画楽しかったですか？ ありがとうございます。はい、なんかこう嬉しいですね、やっぱりちょっと照れてます私。はい、よろしくお願いします。かわいいという声も上がってますが、橋本さんよろしくお願いします。そしてヒイラギルミコ役、山本舞香さんです。よかった、声援あってないかと思った、嬉しい。山本舞香です。いや、皆さんの顔を見てこうやってお話できてすごく嬉しいです。貴重な時間になると思いますので楽しんでいってください。よろしくお願いします。さあ、そしてナルトリエ役、横田真優さんです。ああ、すいません、私まで黄色い線をいただいてしまって、横田真優です。私こういうドッキリ登壇初めてなので、すごく皆さんと一緒に初めてを経験できてすごく嬉しいです。今日は最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。引き続き蓮見監督にもよろしくお願いいたします。はい、もう歓声が起きるとなぜかお三方は笑ってしまうというね、面白い状況になってますけれども、はい、橋本さん、はい、登壇の前、はい、どんな気持ちでした？いや、どれぐらい生徒の皆さんがいるのかとか、本当に全くわからない状況でずっと3人で裏で喋ってて、なんかバレてるのかもしれないなみたいなとこあったよね。なんか黒幕みたいなの貼っててこそこそ来たんですけど、バレてるんじゃないかなって思ってたので、こんなに本当にちゃんと驚いてもらえるとは思ってなかったです。うん、全然知らなかったよっていう人。あー、いや、そうだよね。いや、そうだ。皆さんはおいくつなんですか？17歳。16歳、17歳。まだ誕生日が来てないんだね。まだ誕生日が来てないんだね。うん